東客鉄道が新大阪駅、福知山駅、宮津駅、豊岡駅間を、東海道本線、福知山線、北近畿丹後鉄道偶復線、北近畿丹後鉄道宮津線経由で運行していた特別急行列車である。北、近畿ビッグ X ネットワークを形成する列車の一つとして、主に大阪から日本3景の一つである、天の橋立がある。 宮津市、京丹後市などの京都府北部を結んでいた。1990年4月1日に JR 宮津線が JR 西日本から北近畿丹後鉄道へ移管したことにより、当初は京都駅発着の舞鶴線、北近畿丹後鉄道に直通する特急、丹後エクスプローラーとして運転を開始したが、 1999年10月2日に、舞鶴線が電化したことにより、新大阪駅発着として運転していた、単語ディスカバリーと車両及び運行系統を入れ替えて、新大阪駅発着の特急として運転されていた。2011年3月12日のダイヤ改正で、コウノトリと統合されて、文字と共に廃止された。列車名は、 丹後半島の観光活性化に願いを込めて、探検家を意味する英語を組み合わせたものである。廃止前の最後のダイヤ改正であった2010年3月13日現在、二往復運行されていた。1.4号が新大阪駅と洋会期間を北近畿丹後鉄道経由で、3号が新大阪発、福知山駅、2号が宮津発新大阪駅となっており、全列車が、 福知山駅で、京都駅発着の特急、木の先、または、丹後ディスカバリーと接続していた。新大阪駅、大阪駅、山ヶ崎駅、宝塚駅、三田駅、篠野山口駅、柏原駅、福知山駅、大江駅、宮津駅、山の橋立駅の田川駅、丹後大宮駅、峰山駅、闇野駅、木津温泉駅、久美浜駅、と八日駅の休日と、多客機には2編成をつないで6両編成で、 運行することもあったすべての列車が k、k t r 0 0 1系機動車で運用され、全車両を普通車のみで、グリーン車は連結されていなかった。3両編成で運行され、2.35は3号車も、自由席であった。また、土休日と多客機には2編成をつないで6両編成で、運行することもあり、この時1から3号車が、土曜会期、宮津駅まで、 4から6号車が、天の橋立、福知山行きとなる場合もあった。また、自由席が2.35号車となったり、新大阪型の3両が、天の橋立駅で増解決することもあった。車両故障などで、KTR8000 系機動車や183系電車が代走することがあった。カニのシーズンを迎える12月から2月の土休日には、 臨時列車として、味めぐり単語エクスプローラーが1998年度まで運転されていた。この列車は主に宿泊者向けの列車で土曜日に京都発網野駅、日曜日に豊岡発京都駅として北近畿単語鉄道経由で運転されていた。ありがとうございます。